すみません、だいぶ時間が押してきたんですけども。じゃすみません、一点クールビズのことをちょっと戻るんですけど、はい、細かい点になるんですけども、はい、当然県庁を訪れる方にも、まあ、こういう格好を、まあ、できるだけしてくださいということを、まあ、推奨されると思うんですけれども、例えばこう、はい、これから、まあ、就職とかですね、採用試験を受ける学生さんなんかもそういう格好で来られても構わないというふうに、夏にそういうのをやるときにはよろしいんじゃないでしょうか。特にスーツじゃないからブレーダーとかそういうことはないわけですね。はい、あと、そうそう、一気にもなってきて漢字質問もあれなんですけど、ちょっとじゃあ手短にじゃあ質問に似てんだっけ、スーパークールビズは難しいという環境省が言っていた、あれはやっぱりアロハシャツだとか。そうですね、まあそこまでいかなくてもこれで十分涼しいんじゃないかなと思うんですけども、短くします。平和構想に戻って、はい、まあ、知事いろんな場面でですね、その平和構築への思いというのを語ってこられましたけど、まあ、そうは言ってもこういろんな立場思想の方がいらっしゃる中でですね、その構想を、まあ、受け入れられる構想にする、まあ、条件というかですね、どうあるべき。ですね、今回の規模の一つは、その広島っていう地域としてどういうふうに貢献していくことができるかということなので、その何ていうか、さっきの2020ビジョンもそうですけれども、我々として何かこう2020ビジョンと対抗するようなですね、そのなんかこの核兵器廃絶のコンセプトを打ち出すとかそういうことではありませんので、いかに広島が貢献していくかということをですね、まあ、考えていきたい、まあ、それを中心に置きたいと思ってます。まあ、そういう意味ではね、何かこう思想によって違うっていうものともちょっと違うんじゃないかなという気がしますけど、まあ、もちろんそれでもまだいろんなご意見はあるかもしれませんけど、ね、はい、すいません、中国新聞の和田です。お世話になります。地域防災計画の見直しの関係で2点ほどお願いします。はいはい、まず今回の東日本大震災ではですね、はい、まあ、市町村自体も、まあ、被害を受けて、はい、で避難と、まあ、住民の救援ですとか、支援なんかの拠点なら、まあ、市町村自体が機能しなくなった例もあると思うんですけれども、そうですね、はい、そのあたりに対して、まあ、県がどうするかとか、はい、あるいは、まあ、その中国地方を超えた広域的な連携体制なんかですね、はい、このあたりを、まあ、検証して盛り込んでいくということでいいのかということと、はい、あと東南海、南海、東海の3連動型地震についてですね、まあ、独自に被害想定を進めている県もあるんですけれども、はい、そのあたりについて広島県はどのようにお考えなのか、この2点お願いできますでしょうか。はい、まあ、いわゆるその地震等のですね、まあ、災害の原因となる事象についての想定を我々独自で打ち立てるほどの知見はありませんので、それについてはその国のまさにその日本中の知見を集めた議論でですね、議論を踏まえながら進めたいと思っています。で、他方で先ほどおっしゃったように、市や町の機能が創設されるといったような事態も発生をしておりますので、まあ、創設っていうとちょっと言い過ぎかもしれません、まあ、著しく機能低下をしてしまったとかですね、まあ、そういった事態も発生してますので、そういったことも踏まえて、まあ、県の防災計画の中で、どういうことを見直す必要があるのかという洗い出しをですね、まず進めたいというところです。それはだからそのような際に県としてどういうことができるかということを盛り込んでいく。そうですね、ということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、すみません、読売新聞ですけれども、はいはい、西飛行場の、市長と、知事との会談の中での西飛行場の件なんですけれども、はい、県のスタンスとしては、6月議会にも、まあ、条例案を提出するということだったと思うんですが、はいはい、今もそのスタンスに変更はないんでしょうか。基本的には変更はありません。それは市長がどういった意向を持たれてもということですか。いや、まあ、どういった意向を持たれてもっていうのも難しいんですけども、今その、まあ、それは最終的にね、どういうふうに市長がおっしゃるかは分かりませんけれども、まあ、我々のスタンスとしては、これまで申し上げている通りですが、
定期便というのは広島空港に集約をすることがベストであるということで、まあ、西飛行場には定期便がなくなっているわけですから、県としては飛行場として存続をさせてこれ以上財政負担をするというつもりはないということで、まあ、ただ危機管理上ヘリポートというのはですね、必要であるというふうに考えてますので、まあ、南道路の工事開始時期というのがありますので、まあ、これについてはすでに、まあ、作業を着手しているわけですけども、そういうことが、まあ、我々のスタンスであるということで、特に、変更はないということであります。はい、最後にちょっと感じる質問、はい、日曜日に第12回の協議会がありまして、その協議会の後 その記者会見等で住民の方、まあ、双方といいますか、はいはい、推進反対双方の方からその、知事の、まあ、早期決断といいますか、早く決めてくださいという声は結構出てたんですけども、はいはい、この点についての知事のお考えを聞かせてください。はい、まあ住民の皆様にはですね、まあ、これ記者会見なんかのコメントでもおっしゃってると思うんですけれども、おっしゃってるかな、大変な、まあ、住民にとっても、まあ、この協議会自体も負担であるということだと思うんですね。で、それについては私も十分に認識を新たにしておりますし、これまで まあ、ある意味で言うと辛抱強くですね、ご議論をいただいていることに対して、敬意を表したいというふうに思っております。これは前回も申し上げたことでありますけれども、まあ、その上でですね、まあ、早く決着を見たいというのは、これ当初からの住民の皆様のご希望だと思うんです。で、それについては私もなるべく早い決断を打るべきだというふうに思っております。で、その前提というのが、まあ、今回 その住民協議会を始めた元々 その目的というのは、大きく地域内の意見がですね、溝がものすごく深い、まさにこの溝に橋がかかってない状態の中で、まあ、架橋するにしても架橋をやめるにしてもですね、結論を得ると、まあ、地域に大きな禍根を残しかねない、ということであって、でそれを少しでも和らげていくと、でそのためのプロセスであるということであります。で、今もし住民の皆様がですね、まあ、その点についてはまだその深く、議論をしてないというのも事実かもしれませんけれども、今の少なくとも議論の印象では私はそういうふうには受け止めておりませんけれども、今この段階で、この状況で、まあ、何らかの結論をですね、決めたときに、住民の皆様ご自身たちがですね、それをまあ喜んでとまではいかないかもしれませんが、ある程度仕方ないというふうに納得して受け入れられる状況かどうかということだと思うんですね。それができればもうすぐにでも結論は出せるのではないかというふうに思っております。はい、分かりました。ただまあ疲労感といいますか、そうですね、疲れてる感じはない、はい、まあ、ちょっとあえて聞きますけども、はい、しますけど、まあ、その今の段階でその住民の方にかける声といいますか、はい、ことでは何かありますでしょうか。まあ、住民の皆様に、まあ、敬意を表するという言葉はあったんですけど、はいはい、まあ、そういう意味ではですね、本当に、まあ、自分たちはその住民の何かこの代表でもないというふうに今おっしゃってまして、でそれもその通りだと思うんですね。何か選挙で選ばれたわけでももちろんありませんし、話し合いの中で代表ですねというふうに出ていただいているわけでもありません。まあ、そういう意味でのそのでまた地域にはいろんなご意見もあるでしょうから、そういった意見をその今出席いただいている方々が
いろんな形で受けていらっしゃるというのもですね、これはおそらくそういうことがあるんだろうというふうに思います。で、まあ、そういういろんなその負担をですね、されていて、それを本当に私を含めてですね、県庁のみんな、あるいは仲介者の方もですね、ありがたいと思ってますし、もうかなり議論は進んできていると思いますので、もう少しですね、まだ負担になると思いますけれども、辛抱強くご議論をいただいて、で腹を割って、本音をですね、話していただきたい。でその本音というのは、その橋を架けるとか架けないとかいう部分ではなくて、そのなぜやはりそれが必要だというふうに感じていらっしゃるかということですね、それについて本音をですね、ぶつけ合っていただきたいなと。これは本当に大変なことだと思います。精神的にもね、周りから の, そのプレッシャーという意味でも、そのご自身 の, それを発言するとき の, やっぱり心の負担というか、自身の中での負担も含めてあると思います。そういう意味では、1年経っているというのはですね、時間的な重みというのは大変あると思うんですけども、まさにそのトムという地域の将来のために、もう少しですね、それを継続していただけると大変にありがたいなと思っております。じゃあどうぞ。すみません、中国新聞の加納です、はい、先ほど知事のご発言の中で、はい、今のこの状況で何らかの結論を決めたときに、それが受け入れられる状況かどうかということをおっしゃったんですが、それは今の状況が受け入れられる状況ではないというふうな意味でおっしゃっているんですね。でその上で、となるとちょっとうがった見方かもしれないんですけれども、逆にその受け入れられる状況が整えば結論はすぐ出せると思うということをおっしゃったんですけれども、逆に取ればそれはもう結論もすでにあるんだけれども、それに向けたその合意形成のプロセスだというふうにも取れるんですが、そういう意味ではないです。そういう意味ではないです。じゃあ、まだ別に今の段階で知事の中で明確な結論がある、ないしは方向性があるという意味ではない、ないですね、ということですね、はい、でそのなぜそうかというとですね、それは今受け入れられる状態にないということも含めてですけれども、それはなぜそうなのか、なぜ橋がいるのか、あるいはじゃあ橋を架けないときにどうするのかと、いろいろ課題がある中でですね、それについてやっぱりまだ全て話し合いもされてませんし、まさにその議論というかですね、その議論、お互いのその腹を割った議論というのをまだ十分にされてないというような状況だと思いますので、それがないとですね、なかなか皆さん納得いかないっていうかですね、のが普通じゃないかなというふうに思うんですね。なので、それはやはりもう少し進める必要があるではないかというところであります。ちょっと時間が来ましたので、最後1問。朝日新聞です。この前の協議会の中でですね、知事に協議会に参加していただけないかというような声もあったようですけど、今度は6月に両下知事が、副知事が退任されるということもありますが、今後の協議会に知事が出席されるということは今後お考えなのでしょうか。それはまだ続き今後の検討だと、今後の検討です、今の時点ではどうするということは、もちろん行かないということはないと思っているんですけども、じゃあいつ行くのかということについてはですね、もう少し検討して、それは逆にどういうタイミングで、タイミングというか、そうですね、何か行くのが適切かということですね、それはその協議会にとってそのプラスになる形で行かないといけません。記者会見を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。